ブエナスタルデスアミゴス、どうも BJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴス、ポッドキャストで聞いているみんなもグラシアスアミゴス、そしてまだチャンネル登録してないそこのアミゴスは今すぐチャンネル登録して俺とアミーゴスということでよろしくお願いいたします。まずは宣伝でございますが、まずはこのチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますということと、まあ、ツイッターアカウントもね概要欄見てもらうとありますんで、まあ、ぜひそちらも登録してもらうと、フォローしてもらうと、まあ、最新情報いろいろ届くかなというところですね。そしてもう一つ、パハロンの家の話というチャンネルもありますので、そちらの方のぜひチャンネル登録もよろしくねっていう感じでございます。はい、ということでね、プロレス界様々な情報が錯綜しておりますけれども、今日収録日がですね12月の17日ということで、本日の午後6時からですね、はい、あの 1.8 の新日本プロレス対ノアの対抗戦が行われるということでございまして、対戦カード発表が行われるということでございまして、まあ、そちらの方も注目というところでございますが、私は動画撮っていこうかなというところでございますね。ということで本日行っているのは PJLL アワード2022、違う、21ということで、いろいろ間違いが冒頭から出てますけれども、はい、こちらの方やっていきたいと思います。まあ、今までですね MVP 武藤圭司、ベストバウト日本武道館の塩崎豪武藤圭司とね、この話をねしてきましたけれども、本日はこの PJLL の YouTube におきまして、最多再生回数動画のお話をしていきたいと思います。ということで早速いきましょう。 PJLL アワード2021、 最多再生回数動画は、ノア武藤圭司GHC 体感の日本武道館大会、まとめられないんでライブします告知動画でございます。おめでとうございます。いやー、まあ再生回数はですね、まあ今現時点でチェックしたところ2411回ということで、まあね、他の名だたる YouTube やってる方の動画に比べれば、まあ、ダントツで少ないとは思いますけれども、一応この PJLL 内では、2021年の動画で言うと、まあこれが最多再生回数ということでございます。はい。内容はですね、見直してみたんですけれども、前回、ベストバウトですね、 PJLL アワードのベストバウト動画を説明させていただいたと思うんですけど、なんでこれがベストバウトなのかみたいなね、話をしましたけど、まあ、同じこと言ってますね。もう全く同じこと言ってます。まあ、まとめられないんで、ノアのその日本武道館大会すごく良くて、まとめられないんでライブしますねっていう一応告知動画にはなってるんですけど、そのメインのですね塩崎豪 VS 武藤圭司戦については語ったりとかしてるんですよ。でその語ってる内容が、その先日挙げた PJLL アワードのベストバウト動画とほとんど同じことを話しています。なのでこの2021年の2月に見た試合の感動をそのまま僕はこの年末までこう保っていたというか、同じ印象を同じ熱量で語れているっていうのが、やっぱりあの試合がベストバウトなのはもう納得と言わざるを得ないと言いますかですね、はい、そういうことだったのかなというのをね振り返ってみると、まあ、まざまざと、いや本当信じられないぐらいね同じこと言ってますからね。でもよくよく考えたらですね、2月、まあね
に行われた試合がベストバウトとしてこの1年間自分の中に君臨しているというこの揺るがなさ、いや本当にあの試合がどんだけ素晴らしかったのかというのをね、まあ、僕にとってね、僕にとってあの試合がどんなに素晴らしかったかっていうのを本当にまた再度実感する、見直して再度実感するというですねことになっておりますので、まあ、一応ですね YouTube の無料動画といいますか、ノア公式の YouTube チャンネルの方に行きますと、この武藤敬司と塩崎剛の日本武道館大会というのがね見れるようになってますので、まあ、興味のある方はぜひ見ていただきたいなとは思うんですけれども、ベストバウト動画の時にも言った通り、このね試合しかちょっと映ってないんですよね。でその試合の後の光景、まあ、ベストバウト動画でも言った通り清宮海斗がこうずっとね武藤敬司を見つめているっていう光景までは入ってないので、まあ、そちらの方をまで楽しみたいなという方はレッスルユニバースとに入る必要があるという形になっておりますので、まあ、ぜひね、はい、見直してみるというのもいいかなとは思いますけどね。はい、まあそんな感じでですね、ノアの動画が最多再生回数という感じになっておりますが、まあ2000再生という感じでですね、まあ僕も本当まだまだだなというのをですね、まざまざと。こう感じてしまうというかね、だからもっともっとね、動画を上げていったりとか、まあこうツイッター上でもそうですし、もっともっと僕自身も名を売ってですね、こう僕の動画を多くの人に見てもらえるようになりたいなというふうにはねやっぱり思いましたよね。うん、やっぱこう新日本プロレスをやってたの動画をやってた時の方がやはり再生回数的には多いものがたくさんありましたので、はい、まあそれを考えるとこうノアの動画とかね東京女子に絞ってからは再生回数ってやっぱ減ってはいるんですよ、正直ね。まあでもそれはまあ、僕がねもっとメジャーになればいいだけの話かなというふうには思いますので、もっともっと頑張って、はい、メジャーになってですね、なんていうかね、このノアを広める、東京女子を広める活動をですね少しでも多くの人に届けられたらなというふうには思っています。まあでも再生回数が少なくてもこの僕の動画をきっかけとしてノアや東京女子プロレスを見始めましたっていうねご意見をいただいたりもするのでね、そういうのをね言ってもらうとねめっちゃやっててよかったなっていう気にはなりますし、まあそのただ見るだけじゃなくて実際に観戦にまで行ってくれる人がねいたりとかもしてましたから、まあ、それはね本当にこういう動画を作っててですねそこまで言ってくれるようになるっていうのはねめちゃめちゃ嬉しいんですよ。やっぱめちゃんこ嬉しいのでね、僕はもう地方にいてですね、僕が誰かを引っ張ってその試合観戦に行こうぜみたいなことをねバンバンやれる環境にはまあ今いませんので、まあ、それを考えるとその動画を通してそういう風に皆さんがちょっと見てみようかなとかね、じゃあちょっと生観戦行ってみようかなとか思って本当に実際に会場に行って、でそこからねさらに好きになってもらってとか、プロレスを通してそのさらに幸せな気持ちになったとかね、そういう感じになってもらうとなんかやっててよかったなっていう風にね、はい、思いますので、これからもね再生回数欲しいですけど再生回数欲しいですけど、まあとかチャンネル登録者数も欲しいですけど、まあそこだけにねこだわらずに、はい、やっていきたいなというふうには思っております。まあもちろんね僕がやってる活動が、まあ、気に入らない人もね、いるとは思うんですけれども、もうそれはしょうがない、もう僕はもともと全員に好かれるなんて無理だと思ってるんでね、はい、なのでこれからもまあね、別にプロレスのね
めちゃめちゃ詳しいわけじゃないし、まあ、プロフェッショナルな、ね、意見というかこう解説ができるわけでもないけれども、まあ、いろんな人にねノアとかね東京女子のプロレス今やってる本当素晴らしいものだと思いますので、そういったものをね届けられればというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ皆様も今後ともよろしくお願いしたいと思いますし、まあ、ぜひ皆様もなんていうんですかね、まあ、僕の動画で良ければですね、僕の動画をこうどんどんタイムラインとかツイッターとかね、いろんな SNS あると思いますけど、そういったところでシェアしてですね、こうご自身の意見と、まあ僕の意見とみたいなのを一緒に投稿してみたりとかですね、そういうのをやっていただくと、もしかしたら徐々にでもね広がっていくかもしれませんし、はい、なので皆さんのご協力も得ながらですねやっていければなというふうには思っております。はい、まあ僕の今の現状と例えばこれからの変わっていく現状っていうのが出てくるかとは思うんですよ。で、これからもし変わっていったとするとなればなんですけど、正直ライブとかですね動画投稿数とかが現状のまま維持できるかどうかっていうのも、まあ、分かりません。減っていく可能性もあります、その状況によってはね。なのでね皆様のご協力が必要かなっていうところもありますんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、そういった形でこれからも PJLL 頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、ぜひね、はい、みんなとね楽しくねできればなと思います。はい、よろしくお願いしますね。はい、そんな私なんでございますが、概要欄、チャンネルのね、この概要欄見ていただくと分かると思いますけれども、まあそういったパーロの活動を応援したいと思いますっていう方は、月1300円のスパチャ価格のメンバー募集もやっておりますので、まあぜひそちらの方もね、見ていただける方はね、加入していただければなというふうには思っております。そして、PJLL ショップ、マイショップありますんで、そちらの方でオリジナルグッズ販売はしておりますので、まあ、もしよければね、そちらの方も検討してみてください。そしてもう一つ、パハロの家の話っていうチャンネルもあるんで、そちらもぜひ登録していただければという形になりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、皆さん、来年の PJLL もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。スエニョス、アミゴス、ホミーズ、クソ野郎ども、アースタルエゴ、アディオス。